新車ですね。新車のオートマ。よいしょ。うわ、ミス。クラッチいない。ポンタくんです。オートマは本当に楽でした。ドライブに入れるだけで車体の大きさに注意して走れば特に問題ありません。トラックに乗ってみたいけどオートマ限定なのよねと嘆いている方、ぜひトラック業界へ。あとはやる気と元気と責任感です。ぜひ一緒に運送業界をキラキラ盛り上げましょう。チャンネルポンタくんの願いでした。